はい、えっとかな、えっと、ステーキじゃなくてハンバーグとビーフシチューを食べた後にアフタヌーンティーに来たっていうところですね。で私はですね、えっと、こちらの、えー、ディカフェのアフタヌーンティーにして、王子はディカフェのアールグレイにしました。でこちらもあのすごい奥の一番ゆったりした席にいることができて、あのよかったですね。くつろげました。 はい、こちらが、えっと、あ、こういうのも、なんか、母が好きでしたね。こういうアフタヌーンティーとかの、このパフェとか、いろいろね、やっぱり見ると食べたくなっちゃいますね。でもまあ、お腹もいっぱいだったし、あのー、ちょっと、あの、いろいろ節制してるので、本当にお茶だけにしました。 はい。アフタヌーンティーのメニュー表、かわいいですね。これ見てなんかすごい、ああ、アフタヌーンティーだなって思って <laughs>、まあ、母の好きそうな感じだなっていうふうにすごい思いました。っていうか、まあ、女の子がみんな好きそうな感じですよね。夢がありますよね。なので、久しぶりに来て、ああ、やっぱりアフタヌーンティーいいなーって思っちゃって、やっぱ最近ちょっとあの、 美食ご飯を徹底してグルテンフリーもまあまあ徹底してたのですごい足も遠のいてたんですけれどもなんか久しぶりにこうアフタヌーンティーの感じ満喫しました、まあ、またちょっとお茶だけでもねフラッと来ようかなと思いましたねこれ美味しそうですねちょっと私はこう今見てるだけにしようかなとは思うんですけれども アフタヌーンティーセットね。<laughs> こういうのもなんか食べて,て,食べてたなと思ってなんかどれにしようとかいつもすごい迷ってたような気がします。はい。こちらもなんかテーブルの上に置いてあってかわいいなと思って撮りました。でこのスクラッチあの、ステーキ屋さんでいただいたんですけれども残念ながら全部外れでした。5枚あって全部外れでした。<laughs> はい、えー、こちらは、あびっくりした、急に王子、王子が出てきて驚いたんですけれども、あの、紅茶が来たときですね。紅茶が来ました、ポットで提供されます。王子があるぐれ、私がアフタヌーンティーで、2人ともデ,デ,デカフェ <laughs> デ,カデカフェです。ちょっとカフェインが少なめのですね。はい、こんな感じですね。同じですね。 こんな感じで王子があのいつも注いでくれるんですね大抵あのこういう急須とかポットに入ってるのを見ると入れよっかって <laughs> 言うんですねいつもなんかいつも入れよっかっていうので私が入れてって言ってあの入れてもらうんですねいつもすごいなんかほっこりする感じであの言ってくれるのでいつもじゃあじゃあお願いっていう風にしてあの いつも注いで、大抵注いでもらってます。まあ二杯目とかは自分で入れる時もあるんですけども、まあ気づいたら王子がまた。あ、入れようかっていうので、あの。ね、していただいています。はい、こんな感じですね。王子が紅茶を飲んでいるところです。 私です。ハートポーズ好きですね。でも意外に綺麗にできてますね。<laughs> はい、私が紅茶をいただいているところです。ちょっと操作ごと持ち上げてみました。私も指ハートを真似してみました。あ、こちらまたフェイラーのいちごちゃんを連れてまいりました。 可愛い,いですよね。このタータンチェックのスカート部分にもなんか合ってて、アフタヌーンティーの雰囲気に合ってていいなと思いました。もう外に出たらこんな感じで暗くなっちゃってて、こちら東京ドームシティですね。メリーゴーランドとクリスマスツリーと観覧車トリプルで撮れました。可愛い,いなと思って思わずすっごい寒かったんですけれども、ちょっと撮ってみました。 はい、遊園地ですね。続きま